はい、どうも横浜イガサロンの藤森です。名言です。さあ今回はですね、はい、質問箱なんですけども、はい、私がねぜひ先生に質問したいなというか、はい、見てほしいなというのがありまして、はい、まあ、先日ですね下北名人戦っていうね、はい、まあ、非常に囲碁とか将棋とか、まあ、いろんなボードゲームがあるイベントがありまして、はい、まあ、メン先生もそこで僕も参加させていただきました。そうですよね、トークショーありましたよね。はい、ちょっと入門方法順語の話をさせていただきました、はい、そうですね、まあ、いろんな人にね囲碁を覚えてもらう方法で、まあ、トークショーで私実はそれを見に行って、まあ、メン先生にちょっと挨拶しに行こうかなということで、はい、急遽時間できて行ったんですよ、はい、で行ってさあメン先生のでもトークショーまだ20分ぐらいあるしなということで、はい、あで13路盤で指導碁やってるなと、はい、棋士の先生たちが指導碁やってたんで、はい、じゃあそれ打ってトークショー見に行って先生に挨拶しようと思ってたら、はいはい、思った以上にその指導碁が、はい、なんですかね、長くなって、はいはいはい、メン先生の話一言も聞けなかったんですけども、はい、なので いや、いいことですよ。いやいいことそれだけ楽しまれたっていうことですからね。まあまあ確かに存分に楽しみましたね、はい、実はですねしかも最近新人王になられた外柳セブン先生に、はい、打っていただいたんですね。外柳さんですか。いや、はい、研究会仲間だったんですけれどもね。あ、そうなんですか。はいはいはい。もう院生の時代から。あ、院生の時代から。だから今度新人王になられたことも、はい、本当に喜んでるんです。あ、はい、そうなんですね。おめでとうございます。なるほど、おめでとうございます。ということで、まあ、昔からじゃあメン先生よく知ってる、院生の頃から知っている、はい、外柳先生と、はい、今日私の子見てもらって、はい、なんとなく見たいです。あ、見たいですか、はい、ありがとうございます。じゃあちょっとよろしくお願いいたします。今回、まあ、手合いは、はい、私の逆込み6目半ということでやらせていただきました、はい、逆込みですか。はい、まあ、線はもう絶対、ね、はい、勝てないの分かってるんで、ちょっと13路盤は狭いようで広いんですよね、はい、あ、そう、意外と、はい、ちょうどですね19路盤の要素がもう入っているんですよね、はい、あ、なるほどなるほど、はい、星と星との間の間隔は同じなんですよね。ああ、そうですね、はいはい、これ辺の星との距離感が一緒ですもんね。はいはい、ではい、そういう意味では19路で出てくる形も頻繁に出てきますね。なるほど、はい、そうなんですよね。だから結構勉強として私いいかもしれないですよね。はいはい、で結構寄せの勉強とかもいっぱいできますしね、はい、半分の時間ぐらいの時間で終わります。うん、はい、なるほど、はい、で、まあ、両者小目で、はい、なんか星入るとすぐ三入られてね、もう僕よく分かってないんで、どうなんでしょうね、13路の三々はね、13よく分かんないんですよね、はいはいはい、とりあえずかかりまして、はい、締まりとハサミ、はい、でここで、まあ、よく分かんないですけど、はい、とりあえずかけまして、はいはい、でこのように、まあ、定石です、はい、これも10キロでよくできますよね、はい、この定石、はい、でここでよくどう打つか分からなかったんですけど、はい、まあ、従来通り墨つけまして、はい、で手を抜かれて、はい、ここにくっつけてきたんですよ、はい、こういった手ってあるんですか。まあ、ちょっと主張当たり気味じゃないですかね。あ、主張当たり、左上 の、 その変化はやっぱり主張含みなわけですから、はいはい、なるほどなるほど、はいはい、それもあってちょっとくっつけて、はいはいはい、でまあ、つけられたんで手を抜きにくいんで、はい、まあ、こっちに伸びましたね、はい、これはなんかちょっと悩んだんですけど、はい、跳ねたりとかね、はいはい、いろいろこう跳ねたりとか、はいはい、こっち打ったり、はいはい、どれがいいんですかこういうの。どう打っても一曲です、ね、あ、これどう打っても一曲、はい、なるほど、あの、はい、主張のことも絡んでるので、はい、なるほど、まあ、その辺どう見るかですね、はいはい、まあ、このあたり非常に難しいとこと、はい、で下がられて、まあ、三々取られたくないんで押さえて、はい、開いて、はい、で今度右上が弱くなりましたんで、はい、閉まって生きて、はいはい、でそれからここに出てきましたね、はいはい、そうですね、はい、なんかこうつけるとそこに出てこられるのが、まあ、なるほど、弱点になりますね。そうですね、はいはい、で押さえて出てこられまして、はい、でここに出まして、はい、でこれで、まあ、押さえてくれるかなと思ったんですけども、はい、押さえては来ないですね、はい、押さえても、はい、切られて抵抗できないので、ここに切られて、はい、なるほど、でこう取る と、ちょうど取られてしまいます。このようになって、はい、これで取れちゃいます ね、はい、すね、なるほど、なのでこうはしてくれないですね。だから主張関係っていうのは今切った時に、はい、左側に受けて、はい、でその主張取れるかどうか、なるほど、この主張がでこのケースは主張ですからね、まあちょっとややこしい主張ですけど、はい、はい、こういう主張ですか。でなるほど、最後ここ当てて、はいはい、それが一番確実ですね。取ったら当てて、はい、繋いだらドカンということですね、はいはい、でここで逃げたらこうなって、なるほど、抑えて、はい、そうですね、なるほど、なるほど、はい、なのでこの場合は、この場合はもうそこはですか取られちゃうので、はい、ですから最初から抑えても仕方がない、ね、なるほどなるほど、はい、これ主張で取れてるんですね、はい、あ、ここを読めてなかったんで、まあ、これは主張と言わないかもしれないですけどなるほどなるほど、はい、ということで、まあ、実践これに対してこちら、はい、ただこれはもう AI でももうここはだいたいこれで白5分以上っていうことが出て、はい、もうこれ、はい、部分的な知識として、ね、はいはい、これ部分的に、まあ、昔よく打たれてたこのツケですけども、はいはい、最近ではこういう形が部分的に、はい、もう、はい、羽根継ぎでも白が打てる、はい、白が隅が大きいぞっていうのが、はい、そうですね、まあ、主流な考え方になっているということですね、はいはい、でここで私も遮るのか抑えるのか悩みましたけども、はい、抑えて、まあ、難しいところですね、はい、まあ、一応駆けついた時にここがとは思ったんですが、はいはいはい、でこのようになって、はい、
でこちらつけましたね、はいはい、まあ、こちらも打ちたいところですよね、はいはい、でここで開いて、はい、でそれからちょっとそろそろ反撃に出まして、はいはい、いいですか、素晴らしいですね、いいですか、この打ち込みは全然ひるんでないですね、はい、やかに信じように、ああよかったです。でここで、まあ、跳ねてこられたんですよね、はい、でもね、はい、で押さえて、はい、あ、ごめんなさい、でここで次の一手ちょっと分かんなかったんですけども、はい、まあ、実戦こうやったんですけども、はい、いや、そう打ちたいところですね、あ、打ちたいところですか、はい、なるほど、よかったです。で、はい、白がまあここを逃げる調子でちょっと黒も目ができるように隅を打ちまして、はいはい、でこれでこれで隅は生きてますかね、はい、はい、なるほど、でつながれて、はい、それからつけて、はい、で出てこられましたので、はい、ちょっとこの辺気持ち悪いんで取りまして、はいはい、それから白もここ動いてきて、はい、これはなかなか取ることはできないですかね、はいはい、で、隅の方を固めて、はい、でつけて受けて、はい、で隅を取られまして、でつけ越しから、はい、どうですかここまで、まあ、なんだかんだちょっと頑張られたかなって感じですね、はい、はい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 、はい、まあ、一つだけ欲を言えば、はい、まあ、右上、はい、右上、あの引いて手で、で最後の大場残ってるので、ここ、はいはい、やっぱコスミつけ、コスミの覗きで間に合わせて、はいはい、これで間に合わせて、で左下に滑りとか、なるほどなるほど、まあ、うん、行く方が、で右上は、まあ、まあそんな大したことないです、はい、なるほど、はい、この辺来られても、はい、まあ、羽ぐらい打っといて、はいはい、でまあここ繋いでも、まあ、まあ、受けて受けといて、はい、まあ、なかなか切っては来れませんよね、まあ、例えばこれ当てて、切らない、いや、あの後ろ切らないで当て、あ、当てて、はい、それも繋いで、はい、繋いで、はい、で切ったら、はい、切ったら、まあ、あの覗きも効いていますし、覗きが効いて、はい、適当に天元ぐらい打ってても天元ぐらい打っても、まあ、スルスルスルと逃げれるんじゃないかと、はい、まあ、3つぐらいは上げる、そうですね、これぐらい今度白下辺全体的な目の問題もありますし、はい、ああなるほどなるほど、はい、これ左下最後の大場ですからちょっと頑張ってもよかったです、ね、はい、なるほどなるほど、はい、それで差がぐっと詰まったわけですね、はい、いやそうなんですよね、いやここ打たれた瞬間に、はい、あ、これはまずいかなと、うん、まあ、っていう感じです、そうそうですね、ちょっとそろそろまずいかなという感じがしてまいりましたけども、はい、はい、で、このようになりまして、はい、まあ押さえを決めて、はい、で、はい、覗きを決めて、はい、でつなぎの、はい、で割り込みからの、これが最善の様子ですね、ああ、はい、そうですか、よかったです、はい、でここでこのようになって、はい、でだいたいこれで終わってきたわけですけども、はいはい、まあ、細かそうですけど、はい、どれくらいな感じですか、メン先生見た感じパッと見、いやもう細かいけど、はい、最後ね、あの、はい、数手頑張りましたんで、はい、まあ、少し残ったらいいなって感じですね、なるほどなるほど、はい、ということで、はい、これ、ね、どうだったんですか、一目半残させてもらいました。あ、そうですか。なんとか、それはよかった、いい時間を過ごされましたね。いや楽しかったです。もう最善の、ね、結末だった。いやいや、はい、まあ、ということでね、今回ちょっと、メン先生に棋譜の方を見ていただいてね、はい、いや先生、外柳先生もすごく優しくてね、はい、あのもう、わ、この手は素晴らしいですよ、はい、これ良かったですよってね、すごい教えていただいて、いやね、あの、はい、下柳先生は、先生さんは、はい、まあ、ちょっと黒荷のところもありまして、あ、そうなんですね、はい、だから、はい、あの決してそう、すごいエリートはい、というそのね、あの道ではなかったので、あ、そうなんですね、はい、で多分そういう意味じゃあれですよ、はい、あの、はい、人の気持ちのよく分かる人だと思います、なるほどなるほど、はい、はい、もうすごい優しくて、もう打った後もすごい気持ちよかったですもんね、はい、はいはい、ということで、まあ、今回ね、まあ、下北名人戦って素晴らしいイベントあったんですけどね、はい、その一曲ねちょっとご紹介、はい、メン先生に見てもらいました、ありがとうございます、はい、いいもの見させてもらいましたありがとうございます、はい、ということで本日もご視聴いただきましてありがとうございます、毎日ですね、いろいろな動画上げておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。